岡、熊本、鹿児島、長崎、佐賀、大分、宮崎、そして沖縄。オール九州を合言葉に長く九州の地で愛されてきた会社があります。その事業とはビジネスに欠かすことのできないオフィスのデスクやチェア、パソコン、複合機、ネットワーク、セキュリティシステム、監視カメラ、さらには文具や紙までを供給する仕事。会社名、黎明藤井です。この九州の市場に貢献がしたいと。黎明藤井、ここにありっていうところを革新的に変わりながらやってきてるのがビジネスソリューションの事業だと。カウテレビ企業密着ドキュメント、今回は九州ナンバーワンのオフィス資材の総合商社である株式会社黎明藤井に潜入し、仕事の面白さや働きがいに迫ります。お客様が座るのと職員の方が座るのとで使い勝手が変わるので、ちょっとそういうのをどういうふうに解決しましょうかと。こちらの浦本さんは熊本本店のオフィスクリエーション担当です。この日はある地方自治体の窓口カウンターの改修に向けて家具メーカーと打ち合わせのようです。オフィスクリエーション部門は主にオフィスの開設や改装の際に職場全体のレイアウトを企画したり家具をコーディネートする仕事です。10センチ低いと気にならないか。来庁者のことはお年寄りの方が多いので基本的に多分胸かこの辺ですね。黎明藤井の営業とはオフィス資材を使ってどうすればお客様が仕事をしやすくなるかを企画し提案するクリエイティブな仕事だといいます。いかに安全なもので使い勝手が良くてより魅力的で美しい作品になるっていうのを考えるのにはかなり使命感を感じて、私の作品としてもそこがなくなるまで何十年も使っていただくのでやりがいのある今仕事をさせていただいています。オフィス資材の総合商社株式会社黎明藤井は知的生産をサポートするを合言葉に、福岡市に本社を、熊本市に本店を、さらに九州各地に支店を置いています。従業員数450名、年商314億、この分野で九州ナンバーワンの会社です。その事業は大きく3つ。1つ目が用紙事業部、印刷用紙や包装用紙を印刷会社やデザイナーに卸す部門です。次にビジネスソリューション事業部はオフィスデスクやチェア、複合機といったオフィス環境をプロデュースする部門。そして3つ目のオフィスサプライ事業部は小売店に文具や生活用品を卸したりマーケティングコンサルをする部門です。さらに黎明藤井には文具メーカーとしてステーショナリー事業部もあり、自社オリジナルの黎明ブランドの文具を東京から全国へと展開しています。南蛮文化の香りを今に伝える。この CM で有名な大分の名家ザビエル、この株式会社ザビエル本舗にコピーやファックスの複合機を納入しているのも黎明藤井です。担当者である大分支店の矢野さんはこの日ザビエル本舗を訪れて新しい複合機の機能を紹介しているようです。ミスプリントをなくすとか、セキュリティを強化する、そういったところを踏まえてちょっと一つご紹介させてもらいたいんですけど、実際画像の表示もこうやってできます。これで良かったかなとか、針なしホッチキスっていうのがあるんですけども、ちょっとやってみます。あ、はい、今私たちが手で一生懸命合わせてるのがですね、コピーでできるんですね。そうなんですね。黎明藤井が130年近くにわたって地域に支持されてきた理由の一つが、お客様目線に立った接客にあるといいます。この日もお客様の会社までキャノンのデモカーに出動してもらい、新商品の複合機を試してもらっていました。やっぱり実際見てみないと想像でしかないので、こうやって実際持ってきていただけると、こちらもなんか勉強にもなりますし、新しいのどんどん進化しているんだなって感じますね。うちの事務所の女の子たちもう随分とこう信頼しきってるんじゃないかな。困ったことがあれば黎明さんに電話して相談してるみたいなんで助かってます。矢野さんに黎明藤井での働きがいを尋ねると、社員同士の距離の近さや人間関係に魅力を感じたといいます。
人間関係、まあ、距離感というんですかね、社員全員のやりたいこと、まあ、気持ちというのをですね、受け止めてくれる社長ですので、意見を言いやすいっていうのは黎明富士全体に言えることなのではないのかなとは。またこちらは福岡本社で働く上野さん、この日は博多区の会社である最新機械の説明をしていました。それまでシュレッダーで廃棄していた紙や機密文書などを安全にリサイクルペーパーに再生できる機械とのことです。機密文書なんかを外注で廃棄とかされてらっしゃったりされますか？そういったものを中で全部処理できるので、まあ、セキュリティの向上がつながるということで、こういった古紙、使用済みの紙が3枚投入して2枚新しい紙が再生される。印刷機に入れても紙詰まり起こさない。そうですね、通常のプリンターで使えます。上野さんは出身地は熊本、初任地は宮崎、そして福岡へと転勤してきたそうです。この上野さんに代表されるように、黎明富士はオール九州を一つの会社のカラーとしています。転勤いいですよ、楽しいですよ。同じ環境でずっとやるというのも、一つのことをこう深掘りしていくという意味ではすごくいいことだと思うんですけども、将来例えば自分の家族ができて子供にこういろいろ教えてあげられたりすることも多いと思うんですよね。黎明富士の船出は明治23年、創業者藤井常次郎が熊本市で藤井商店を開いたのがその始まりでした。当時の主力商品は線香の包み紙や茶袋といった紙。その後、高度経済成長期の波に乗って日本中に会社が勃興する中、取扱い商品を紙から文具、事務機器、そして IT 部門へと広げ、黎明富士はビジネスをトータルでケアできる会社へと成長しました。あらゆるものがインターネットとつながる IoT の時代、今や企業にとってパソコンやインターネットは不可欠な存在です。黎明富士には企業の IT をサポートするチームがあります。その一人がこちらの野本さん。この日は IT サービス黎明アットナビについてお客様の質問に答えていました。これは電話代が安くなるっていくらかって言ってたんですか？ネットですね、はい、現状のその回線の契約内容の見直しとかっていうのは、はい、できます。あ、できるんですか？はい、できます。一度現地調査入らせていただいて、はい、出走地ですとか、はい、あとそれからの流れ、はい、あとチャンネル数とかを見せていただいて、はい、ではこのプランに切り替えればこれぐらいの価格メリットができますよというご提案をさせていただけますので、うん、野本さんに黎明富士という企業の魅力を尋ねると、安定した経営基盤とベンチャー企業のようなチャレンジ精神の両面が存在する点だと語ります。まあ、IT や PC というのは会社の生命線ですので、まあ、そこを守るということが、まあ、私どもの大きな役割ということで、はい、また IoT という言葉にも代表されるように、簡単なものでもインターネットやシステムと連動していく、そういう世の中になってきています。ですから私どもの事業もお客様に貢献できる可能性を秘めていると。黎明富士を率いる藤井明夫社長に求める人物像を伺いました。人と接することが好きな人っていうのはやっぱり当社の場合はですね、ウェブ上の仕組みとかね、いろいろ新しい形も作りつつありますけれども、やっぱり基本的にはこういうフェイストフェイスっていうんでしょうかね、人と人の部分で響き合って、うん、じゃあ君にやっぱりちょっとお願いしたいなっていうふうなね、機械なりその AI なり IoT なりができない部分で、そこをどう磨き上げるかっていうことが企業のね、存亡存続にも関わるっていうふうな状態になっていくんでしょうから。改めて社員さんに会社の魅力を聞きました。あ、すごく入ってよかったなとは思います。本当に環境の良さと、もうそこにつきますね。自慢できるところだと思います。家具の展示会というのが年に1回あってるんですけれども、20代の時にアメリカに行かせていただいたというところで、違ったですね、感性ですとか考え方っていうのを取り入れて話ができるようになったな。私はもう生まれも育ちも熊本でして、昨年のですね、震災以降熊本の団結力というのをすごく肌で感じてますし、まあ、一緒にですね、熊本を盛り上げていきたいなと。オール九州を合言葉に、この九州の地の産業を長くそして幅広く支えてきた黎明富士とその社員たち、最後に藤井社長にこれからのビジョンを伺いました。
全ての社員がですね、仕事もやりがいがあったし、まあ、自分も、ね、少しずつでも成長ができたしと、まあ、とにかくレミューシュっていう会社に勤めてよかったなというふうに、言ってもらえるような、ね、会社じゃなきゃいかんなと